ちょっと待って、ちょっと待って、結構ペース速くねえか。これ最後の方、すごい忙しいやつになるやつじゃない？え、A をとりあえず回しとくよ、回しとくよ。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って、めちゃめちゃ忙…うわどうもー、カラスの爪団総統です。ホラーゲーム企画、カラスの爪、第52弾はこちらのゲーム、ソフィアズカース。こちらのゲーム、PV を見たんですけども、なんだろう、前に実況したエミリー・ウォン・トゥ・プレイっていうホラーゲームがあったんだけど、それにね近いものを感じて、これはもう買うしかないなと思って、 Steam の方ですごく安い、価格で300円ぐらいとかだったかな、そんぐらいでセールやってたので買っちゃいました、思わず。ということで早速ニューゲームでやっていきたいと思います。いきましょう。さあ来たぞ。7時なのかな。いやーちょっと英語の文がね読めないので、できればね英語読める方ちらほら、もしルールが俺分かってなさそうだったら教えてくれると助かります。クリックヒアトゥームーブ。なるほど。あ、一人称でやるわけじゃないんだね。で右クリックで、なんだろう、これライトを回して発電してるのかな。この左下のメーターが減ってくみたいだから、ここが A なのかな。今回復したもんね。あ、なるほど。何の音これは。ノートパソコンは、あ、開けた開けた。どういうことだろう。 ABCD って一応電気があるから、多分ね時間経過をしていくのを耐えればいいっていう、エミリー的なやつだと思うんですけども、ここが、あ、違う、間違えた。クリックで下がるんだよね。あ、なるほどなるほど。じゃあ B が危ないんじゃない。左に回れる、回って階段降りて。そうだね、ここは電気は、これ B か、これ B だね。で今上行ったのがあれがなんだろう、 C かな。こういう感じで耐えていけばいいってことだよね、きっとね。うわ、怖いね。でも雰囲気出てるね。なんかさ、ちょっとファイブナイツ、アットフレディだっけ、有名なゲーム、あれっぽい感じなのかな。でもなんか今んとこそんなに苦じゃないっていうか。なるほど、クリックしてポイントクリックでやっていくゲームなんだな。こういうゲームのさ難しいところって、最初は難易度がそんなに高くないんだけども、だんだんさ鬼畜になってくんだよね。もう喋ってる余裕がないぐらいに。それになるまでが楽しみだな。まあでも今んとこ死ぬ要素はないだろうから、まあ死なないに越したことはない。その恐怖演出が見たいっていう人もいるかもしれないが、俺はまだ見たくないぜ。とりあえず8時まで耐えればいいのかな。区切りがいいのは8時だもんね。あと8分、いけんじゃない。そもそもなんでこんな形で電気を供給してるのかっていうね、謎があるけども。お、チェックポイント。オッケーオッケーオッケー。はあ、言ってたから落ち着いたのかな。面白いね。いやでこの画質がさ、このポイントクリックシステムなのにすごくいいっていうのが、なんかもう本当に FPS やってる感覚でね、楽しいですね。アイテムとかはないのかな。いやでもこのシンプルさゆえに分かりやすい。英語が分からなくてもやれるっていうのはいいね。 C がちょっと減ってきたな。 C、 ちょっと待って、何かいるでしょ。これでも一人暮らしにしてはさ、部屋が広いんだよ、部屋が広いんだよ。だから家族だと信じたいな。あ、ちょっと待って、嘘、死んだの今ので。え、どういうこと。さあコンティニューしていきましょう。何だったんだろうあれ。え、怖すぎるだろう。え、このノートパソコンで何かチェックした方がいいのかな。このロックされてるっていうのとかさ、なんかまだまだありそうだよな。ちょっとこれはゲームの概要をしっかり理解しないと積むやつだね多分ね。さっきのドアが
開いたやつ、あれとかもさ、何かを意味してるのかもしれないよね。 B 回しとくでしょ。電気だけじゃないんだなきっとな。 C をとりあえず回しときたい。 C 回しとくでしょ。で、D、あちょっと、ちょっと待って、やばい、多分離れた方がいいんだよな。離れた方がいいんだと思うんだよ。あ、なんか左下のやつが見れなくなってんじゃん。見れなくなってる。あ、オッケー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 。あ、じゃあやっぱあいつと目線合わせちゃいけないのかな。あ、そういうことだなきっと。うわー、なんかむ難しいな。 D と C がちょっとずつ減ってるから、あ、 A も減ってきたな。奥行くでしょ、ここが D だもんね。 D 回すで、階段を降りて、あいつ来なきゃいいけど、まだでもそんな鬼みたいに来ないと思うんだけど、一応回しとくか。ちょっと待って、ちょっと待って、結構ペース速くねえか、これ最後の方すごい忙しいやつになるやつじゃない。 A をとりあえず回しとくよ、回しとくよ。 OKOKOK、 ちょっと待って、めちゃめちゃ忙、うわー何このゲーム。なんで俺今死んだのかわかんないんだよな。音とかにも注目した方がいいのかな。エミリーワントゥープレイの時は出たキャラクターによってこう笑い声がして、それによって危険を察知することができたけど、こっちの D が危ないもんね。回しとく回しとこう。でもな、さっき電気はな消えてなかったんだよな。どういうことなんだろう。 B と C が危ないな。こっちじゃなくてこっちのここが C でね。うん、で B は階段下ったとこだからこっちだよな。あ、なんか来たみたいな音がしたな今な。電球が割れたみたいな音してたよな。あれ気をつけた方がいいのか。 A 行ってみよう。ちょっと音とかそういったものにも気をつけていこう。右向くよ。 OKOKOK。 あんまり動き回らない方がいいのかな。 D 行ってみるか。でも電気消えちゃうもんな。C より先に D 回す。まだ一応電気に余裕はあるから、はっはっ、うわあ、あいつ下に行ったってことだよな多分な。でも遭遇したらやばいよな。あ、鳴き声がしてたな今。ちょっと待ってね、後ろいるのか、後ろいるのか。え、このままあと8分いけないかな。 B ギリギリ間に合わないかな。多分チェックポイント来るんだよ。下手に振り向くと危ないんじゃないか。振り向きたいんだけど、ちょっと待ってみよう。今回は待ってみよう。 B が切れるかもしんないけど、チェックポイントまであと2分。頼む持ってくれ、頼む持ってくれ、頼む持ってくれ。いけるかいけるかいけるか。あ、マジかー、マジか。やっぱ電気切れちゃいけないんだね。でもだんだんルールが分かってきた。とりあえずでも9時でチェックポイントだと思うから、そこまで頑張りたい今回は。さあコンティニューしていきましょう。まだまだこのゲーム分からないことだらけですね。死ねば死ぬほど分からなくなってくるっていうか、どういう条件で奴らっていうかソフィーがね襲ってくるのかが分かんないんだよね。だけどとりあえずなんかジャミングみたいのをしてくるときとか、目の前に出現した時はとりあえず逃げた方がいいんだろうな、そりゃなっていうのは分かるんだよ。このゲームの分からない感じをこう推理していくのが非常に今楽しいですね。どうしよう。とりあえず C が一番今減りが早そうだから、パソコン軽くチェックした後 C に行きましょうか。なんか今声した気がしたんだけど気のせいか。大丈夫か。上行こう、上行こう。上の C をつける。あ、鳴き声してるな今。ソフィーの鳴き声してたような気がしたな。近いのか。奥行こう。でぐるっと回す。え、やっぱ音かな。前行くよ。回すでしょ。下行こうか。これ瞬発力勝負なのかな。泣き声してる泣き声してる。ちょっと待って待って待って、大丈夫かな。
何か前兆はあるな。でも多分前兆はあるはず。そのわずかな何かを察知しないとやられるぞ。鳴き声だったり、なんかドアの閉まる音だったり、そういうのじゃないかな。30分経ったね。35分。あ、割れた、落とした。奥行った方がいいか。 B 回すよ。階段上行こう。ある程度これ動いた方がいいんだよな多分な。あ、やべ、あー、今なんかノイズみたいな音したんだよな。わかったかな、みんな。なんかね、ノイズみたいのがチャチャって走った音がして今やられたんだよ。40分まで行ったね。でもね、これ怖いな、楽しいな。いや、なんとか今回9時台まで行きたい。やばい、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 やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ。逃げて、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 やばいよ、やばい。大丈夫か、大丈夫か。ちょっと待って、早く、早く、早く終わって、早く終わって、早く終わって。よし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 、42分、42分、42分。やばいぞ。なんとなく、音の前兆みたいのが分かってきたような気がしなくもないけども、ある程度、なんか廊下は動いた方がいいような気がすんな。つける。あと10分、あと10分、あと10分。なんとか頑張りたい。 B を行くでしょ。結構減りが早いぞ。冷静に行こう、冷静に行こう。何がどうなってんのか正直まだこのゲームよく分かってないんだけど、とりあえず冷静に行こうな。あ、なんか鳴き声してる気がするな。これすぐ戻った方がいい気がする。大丈夫か。ここのね、廊下で、2階の上の廊下でね、やられること多い気がするんだよ。あ、やばい。大丈夫か。なんか泣き声した気がしたんだよね、今。わかんないんだけどさ。あ、9時超えたな。え、チェックポイントないの？チェックポイントないの？嘘。やばい、やばい、ノイズ。奥、奥。これ10時まで行かないといけないのかな？チェックポイントないの？嘘だろ？嘘だろ？鬼畜かよ。なあ、ちょっと待って、泣き声してる、泣き声してる。 A まで行こう、 A まで行こう。この奥まで行けば A が回復して、よし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 。で BB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  ポケモンの B 連打みたいな、進化キャンセルみたいな勢いですけども9時13分。ちょっと待って、早く早く終わって、早くチェックポイントになって。俺てっきり9時で OK なのかと思ってたんだけど、嘘だろ。なんか落としてる、なんか落としてんだよ。わかんないんだよ、条件がわかんない。え、ビリビリしてるじゃん、ビリビリしてる。下行こう、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 下行こう。そっちまで行こう、 A まで行こう、 A まで行こう。大丈夫、早く終わって、早く終わって。このノイズもうやだ、もうちょっとわかんない。楽しいけど怖いよ。助けて。上行くか、上行くか。D 行こう、 D 行こうな。廊下気をつけてね、廊下気をつけて。奥まで行こう、奥まで行こう。よし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 。でも今まで俺どういう条件で死んでたの、なんでこの9時半まで行けてんのか分かんないんだけど。クリアできてる条件が分からないのって よくないよね、絶対。分かんないんだけど、クリアできてるよ今んとこ。よし、さあ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 、一回下に降りてね。そう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 、なんかこう、やっぱある程度動いとかないとやばいような気がするんだよ。あ、ノイズノイズノイズ、ミッキー、あー。ご視聴ありがとうございました。ここは鳥の爪団の本部。今なら入団テストを免除で入団することができるぞ。真ん中のパネルを押して入団だ。一緒に鳥の爪団を盛り上げよう。あなたの入団お待ちしております。